俳優の今田美桜21が1年を通じて映画、テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや将来有望な新人俳優などを選出して表彰する2024年エランドール賞の新人賞に選出され8日都内で行われた授賞式に出席した今田はゴールドのスパンコールがきらびやかなドレス姿で登場。この旅は素晴らしい勝負をありがとうございます。まさか自分がこのような名誉ある賞をいただけるなんて思っても見なかったのでとても嬉しいですと笑顔を見せた。昨年は本当にたくさんの作品だったり演者の皆様スタッフの皆様に出会って改めて振り返るととても愛ある皆様に支えていただきながらいろんな作品に参加していたんだなと思います。まだまだ未熟ではありますが皆さんに支えていただきながらですけど自分のできることと役に丁寧に向き合いながら作品に携わっていけたらいいなと思ってますと抱負を語った。